皆さんこんにちは、データです。今回は信長の野望天下創生 PK を秋月種種でやっていきます。この大名でプレイするのは難易度がとても高いので天下統一できるのかわかりませんが、最後までお付き合いください。とにかく秋月家は弱小大名ですので、まずは周りにいる大名と同盟を結ぼうと思います。そうすれば強い国になるまでの時間を稼げますからね。まずは龍造寺家。はい、諦めずに何度でも行きましょう。なかなかしぶといですね。もう同盟を結んでくれるまで何度でも頭を下げますよ。もう20回も頭を下げてますけど、全く進展がありませんね。でも諦めませんよ。はい、ついに30回になりました。来たー来たあー、やっとですよ。やっと有効度が上がり、これで同盟が成立です。いやー、頑張りましたね。もうダメかと思いました。はい、次は大友家です。こちらは関係が険悪ですね。嫌な予感しかしませんけど、頑張りましょう。もう龍造寺家では33回頭を下げたので、まあ大友家でもそれぐらいかかるでしょうね。あ、来たやった。はい、険悪だった関係が疎遠になりました。マジで。大友が攻めてきましたね。どうしよう。これは、迎撃するしかないですよね。うちで戦えるのは、この人だけですね。原田高種。もう絶対無理でしょ。もう、向こうは7人もいますし、しかも軍神もいるし、
もう負けるとしか思えない。お任せくだされ。もうゲーム始めて10分も足らずにゲームオーバーっていうの嫌ですね。もう少し続けたかったな。もうこうなったら速攻で本陣に帰んないと。せめてあともう一人戦える人がいたら少しはいいんですけどね。一人じゃ無理だって。無理でしょ。絶対無理。落ちたー。来るよねー。はい、矢倉にこもって戦いましょう。帰ってくんねえかな。帰ってくんねえかな。ちゃったよ。だこういう時同盟相手の竜蔵寺家が助けてくれたらですけどね。何のための同盟なんだよって。まあ矢倉にいれば少しは、ね、時間が稼げますけど。まだゲームオーバーしたくないな。もうちょっと遊びたかったなぁ。やばい。やばすぎる。あーダメだ、もうダメだ。終わっちゃった。終わっちゃうな、これ。最悪なんだけど。意外と持ちこたえてますね。あっさり落城するかと思ったんですけど、意外と持つ。言うてもまだ城門もまだ残ってるし、意外と持ちこたえますね。帰っちゃった。いや、来るな。また来るな。来たな。来た。来ちゃったよ。あと6日。あと6日持ちこたえれば、大丈夫。
あと5日。まだ縄文は壊れてない。あと4日。頑張れ頑張れ原田あと3日だ。頑張れ原田あと3日。あと2日、いけるかもしんないね。いけるかこれ。あと2日だ、2日。あ、あと1日。いけるかもね。これ、ああよし、持ちこたえた、よかった。もういきなりゲームオーバーかと思いました。よかった。あの間髪入れずに、あの大友総理に頭下げましょう。もうこちらは全く気にしてませんから。はい、あの攻められても全く気にしないので、また険悪になっちゃいましたね。もう、竜造寺が33回だったんで、大友も50回避けたっていいですよ。よし来た、よし来たあー、知った。あー、来たー。はい、これで大友家と同盟です。はい、もう悲願達成ですよ。もうこれで安心して内政ができます。よかった。はい、もうこれで周りはもう同盟ですから、あの戦争の心配がありません。あ、長かったですね。やればできるもんですね。はい、これでゲームオーバーならずに済みました。家臣の忠誠が心配ですね。あの、君たちには町づくりをしてもらうので、あの忠誠値を上げておかないとね。本当お願いしますよ。はい、お願いします。頑張ってください。まずはお金が欲しいので、商人町を大きくしましょう。
この秋月城は商人町と相性が良くないので、投資ですね。治安も民中もガタガタですね。やめてやめてほしいわ。はい、相良家から使いが来ましたね。同盟結びましょう。味方は多い方がいいからね。はい、商人が来ました。うちじゃないか。はい、これで米を売りましょう。当分戦争がないので、米がなくても大丈夫です。はい、米を売ります。これでお金が入ったので、どんどん町を作りましょう。もう治安が悪いから、のぶしに壊されたんですよね。やめてほしいな。もう治安が最悪なんですけど、やめてー。はい、龍造寺家との同盟が切れました。もう2年経ったんですね。早いですね。もうすぐに行きましょう。はい、延長してください。お願いします。はい、同盟延長できました。はい、これで安心です。幸い秋月城は武家町と相性がいいので、番所が建てられます。これで治安も回復しますね。
もっとお金が欲しいですね。誰的ってどこにいるのその敵ってはい、民中を上げれば収入が増えますので施しをしましょう。はい、今度は大友家との同盟切れました。もう2年なんてあっという間なんですね。もうすぐに延長しましょう。はい、お願いします。はい、延長できました。これで安心です。もう商人町をもっともっと大きくしましょう。マジで